今は私が社長代理です。パパの会社はどうなるの？親父の会社は俺がママだよ。御社への出資についてのご相談なんですが、このままでは吸収合併されてしまうかもしれません。新婚さんみたい。うふう、こういう時ってことこと入江の心も近づくかもね。松本さんが入江君に告白する？もしかしてことこのこと諦めたの？アホ抜かせ。なあ、見合いをしてみる気はないか？会社にとっても好都合なんですよね。俺が会社を継げば全て解決する。諦めちゃうの？お医者さんになりたいって。